なんだっけ、何の話をしたんだっけ。それで、あれなんだっけ。あ、そう、雨がすごくて、そう、キャリーが大変だったっていう話だ。なんか、その電車乗った時にさ、濡れてる、雨で濡れてるっていうだけで結構電車の中大変なのに、プラスキャリーってなって、どうしよう。まあなんとかなったんだけど、グー、いや本当グーだよ、チョキだよ、パー。ジュリアさん一日お疲れ様、ありがとう、お疲れ様。今日15、早いね、もう7月15、不思議、まだ全然なんだけど、気分的には。18日のライブ、え、本当に？嬉しいな、今日は楽しみだね。でも朝早いからもうこんな時間だよ。して今日15日はりんちゃんのお誕生日です。パチ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 。いい日になるといいね。なるね。ってことは89。ジュルももう半年を切っているのか。待って、時間早いね。いや本当に早いのよ、やばいよ。 ジュルもね、やばってなってる。今日15日はリリーベ万歳のなんていうんだ、シート特典、スタンプ特典のオフ会です。マイクパチ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 、おめでたい。 同い年のりんちゃんが先に大人に年、一つ大人になりました。 そこそこいい天気だといいな。どうだろう。エジプトまず久しぶり、ヤッホー。ふみなちゃんが辞めちゃうから悲しいよ。なんか言おうと思ったんだよな、配信で。なんだっけな、忘れちゃった。大事なことがあったんだよ。なんだっけ、これだけを配信で言おうと思った。バイバイ、忘れちゃった。え、そうなんだ。そうだよ、やめちゃうんだよ。とてもとても悲しい。もう、Me too ね。もう、そうそう悲しんでる。やばい、思い出せない。絶対配信で話そうって思ったこと。小平君、明日はホラホラしながら帰るかな。ね、気をつけて帰ってね。ファミチキ。
を食べて帰って、え、待って、でも明日も配信するのです。思い出したらそこで話します。結構ね、大事な話を配信で、なんだっけな、最近本当はちっちゃい、18日の予約入れといてくれ、入れておく、バッチリ。今日仕事なんで、おやすみ、頑張ってね。そして待ってる、待ってるから頑張って。忘れちゃったから、思い出したら、多分明日思い出したら、はい、言う。なんだっけな、なんだ、明日3日後には主催ライブ、バンザイジャパン主催ライブ、生誕の日7月生まれを祝うんかいっていう、ライブがあって、今日は、今日確定のタイムテーブルも公開したので、ぜひお時間合う方は赤羽レディに来てください。小平君もじゃあ L チキンにしよう、来てください。3日後、久しぶりに3日後、毎日さライブあったからさ、不思議な感覚、3日後にライブっていうのが変だけど、新宿かと思ったら赤羽で住んでる、ああそういうことね。でもまあ出番、ジュリたちの出番には間に合うから大丈夫だよ。ジュリアさん、好きを閉めた。おやすみー。ジュリアだね。ジュリも本当にね、さっきね、80% ぐらい寝ていた。寝ているのか起きているのかの境目だった。たまにそういう時さ、本当に、今は寝てる？起きてる？みたいな。うん。3日後が主催ライブで、10月の12日には新宿ブレイズさんにてバンドジャパンのワンマンライブ、10人トイレを開催しますので、ぜひ予定を空けておいてくださると嬉しいです。早めに土曜日だけど、もし予定を入れずにいておいてください。ということで、そろそろ配信終わりにしたいと思います。明日も早いのでね、また明日はもっと早い時間に、日付を変わる前には配信したいと思っています。もうお休みですかね。もうお休みいたします。おやつにお休みということで、みんなもね、ゆっくり寝て休んでください。また明日配信するのでお会いしましょう。それでは。
すみおやすみ、ありがとう見てくれて、こんな時間だったのにバイバーイ。それではよっちさん、こんばんざい。でももう終わっちゃうんだ。しあちゃんお疲れ様、ありがとう、バイバーイ。こうへくん今日はありがとう、こちらこそ本当にゆっくり休んでね、ということで終わりにします。